はい、これだよ。大陸というカフェ。朝ごはんです。カフェオーレ1つと、ポッカの分ですね。はい、ポッカで。あと単品でアーモンドバターと。アーモンドバターで。何に普通にお付けしてらしいですか、はい、まあ、今、結構有名な姫路の喫茶店に入って、ここでアーモンドトーストが有名です。何かよくわかんないけど、アーモンドがトーストに乗ってるみたいな。姫路名物、アーモンドトースト。ここの雰囲気、本当にいいね。昭和の喫茶店って感じだね。うわ、すごい。あ、美味しそう。すごい。なんかいつも名古屋のトーストが分厚いと思ったら、これは名古屋を超えるよ。味は美味しいよ。まあめちゃめちゃふわふわのトーストで、上にあったかいカリカリに焼いたアーモンドが乗ってる。でもちょっとバランス的に熱くないトーストでもよかったよ。それからもっとアーモンドが欲しい。皆さん信じられますか、レナがこれ欲しいって言ってきたけど、もう耳しか残ってない。あるある、アーモンドどこもついてないし、耳しか残ってない。恐ろしい女です。全部一人で食べて、最後一人で欲しいと言って、優しさのつもりで耳を欲しいと聞かれました。信じられません。皆さん欲しいですか。はい、美味しかったよ。今からは車に乗って2時間ぐらいで倉敷に行きたいと思います。今日は最後の姫路城が目の前に現れましたよ。これ駅からこれがバチーンって見えるからめっちゃ綺麗なんだよね。だ、夜ライトアップされてるし、そう、めっちゃいい。すごいよ姫路城マジで。あ、間違えた、道ターンレフトだよ。ターンレフトだ。ちなみに倉敷まで90キロです。ちなみにこのマカンにはここにロケットスタートボタンがついてます。これを押すと20秒間だけフルパワーを発揮するというボタンを押してみたいんですが、交通状況が車が多くて押せません。車が多い、何も走れませんよ。ということで安全運転で行きたいと思います。つまらないね。これまっすぐだね、岡山。はい、はい。今渋滞に巻き込まれたと思ったらトンネルの中に止まってますね、1台。お、2台。あ、しかもポルシェパナメーラ GTS が突っ込んでる。うわ、やってしまいましたね、修理代が。ポルシェドライバーめっちゃ高いんじゃない。しかも後ろから突っ込んでるから多分後ろのポルシェが悪いじゃん。恐ろしい恐ろしい。安心安全運転で行こう。倉敷に着きました、まあ、ここの雰囲気はこれだよ。その川が流れてて運河みたいになってるのね。あのこの木の名前わかんない、日本語でなんていう。垂れ下がってる木。垂れ下がってる木ということで、ね、倉敷の美観地区、さっきちょっと車でさっき撮ったけどめっちゃ綺麗だったね。うん、めっちゃ綺麗だよ。見えてきました、あの奥だね。そうだよ、この道を渡って見て、デニムネクタイとか、倉敷デニムが有名なんだね。めっちゃ嫌だよこれ、青いデニムまんじゅう。すごいね。デニムソフト。デニムの色をつけるやつで、まんじゅうに色つけてるのかな。そうだけど、なんであれな、ここあれだ、デニムストリートになってんだ。見て、倉敷デニムストリートだから。お、かわいい、買ってくる。買ってこっか。No。 将来の子供のために。No。ノノ。なんかすごいおしゃれな花柄スキニーを見つけた。うん、見てこれ見るとなんかかっこいいよね。絶対に似合う。ああ、いいかもよ。一回履いてみる。あ、薄いのでいいの。色。まあ、ちょっと夏っぽい。これ白い T シャツに絶対に可愛いでしょ。オッケー。さよなら。おい。ちょっと大きいと思う。確かにちょっと大きいかもね。ここちょっと大きいね。今すごい花柄が好きな人になってるけど、上と下、上と下が花柄で、ああちょっと1個小さいサイズの色違い。
うん、はじめてみて。シャタン。ああ、サイズはでもこっちの方がいいね。あ、絶対にそう。はい、ありがとうございます。はい、買い物しました。可愛くないこの服。よかったね。いいデニム見つかりましたね。ああ。和風の家でなんか新しいね。すっごいめちゃ雰囲気がいい。社長どうしたんですか？また座っちゃってもっと買い物、もっと買い物今回は旅の靴を見つけた。トラベルシューズってこと？すごいね、なんか日本のさ、旅ね、旅じゃなくて旅。ちょっと発音が違うから今言われなかったけど。分かんない。旅ね、お祭りとかで履く旅、白旅とか。あ、そう。あ、めっちゃいい感じ。靴下みたいだね、本当に。後ろが当たる部分も差し込みになってる。すごい気持ちいい。可愛くない？なんか、うん、俺、あっちも履いてほしい、デニムの方。もうなんかこれの方が生地が薄いから悩んでましたけど、履き心地とかもこれの方がいいからこれにします。はい、また買い物増えましたよ。タビの靴を買いました。他に 何が買えるのかな。他に何があるの。今めちゃめちゃ買い物気分になったよ。パカ、左行きますか、右行きますか。でもこっちの方がなんかお店が多そう。じゃあ右行きますか。こっち行って。ちなみにこっちもあるよ。どんだけ広いんだろう。おかげ横丁みたいな感じだね。ああ、本当にそうだよ。三重県の。ああ桃ジュース。はあ、甘くてちょっと酸っぱさがあって、本物の桃を飲んでるみたいな感じ。はい、私は全部飲む前に飲んだ方がいいよ。こんにちは、2つください。ありがとうございます。こっちの団子めちゃめちゃ可愛くない？団子俺の団子も一緒に食わないで小さいから。うんうん、小麦の味がちゃんとしててうまいわ。かわいい団子ちゃん、ね、俺の1個食べてなかったっけ。どうぞ。うん、美味しかった。お、甘いやつ、デザート、桃が入ってるどら焼きみたいな。お、美味しそう。これ美味しそうだね。これ売り切れ、白桃か。え、売り切れ、あ、売り切れだ。マスカットにする？マスカット、マスカットか、カスタードでも、あ、レアチーズもあるよ。あ、レモンがさっぱりして美味しいかも。レモンにする？うん、うん、めっちゃ美味しいよ。酸っぱさがあって、甘さがあって、クリーミーで。こっちのカフェなんか、あの緑だよ。ジブリ出てきそうだ。あ、そうだね。うわ、すごい、桃パフェ。そうだね、いろんなカフェがあるから。倉敷桃子。あ、いろんな人が待ってそうだね。倉敷で9番様。うわ、58組待ち、146分待ち。なんだ。ダメでしたね。ノーノー。モモパフェは2時間、誰が立てるの？2時間以上待って。え、なんで？ここで番号を引いて、あの1時間、2時間ここで見て戻ってくる。いや、その時2時間後に食べたい気分が分かんないじゃん。まあね。すごいね、日本人。そう、すごいね、日本人。
来た。ここは自分で組み合わせるんだね。かき氷、本当のいちごソースと牛乳じゃなくて練乳？練乳かな。ありがとうございます。美味しそう。あ、これもいいね。これもめっちゃ美味しそう。そうだけど、これレナ、これタカ。ボリューム違いすぎない。かけるけど、やり方わかんない。一気にドボンってやったら。あ、見て。あ、めっちゃいい、これ。おー、イエス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 。じゃあ、いただきます。これ今までで一番美味しいかき氷だかもしれないよ。氷が本当にふわふわでこうめちゃめちゃ溶けやすい。でいちごは本当のいちごで甘さと酸っぱさと食感があって、練乳でより甘くなってるから、いいこと思いついた。これの白桃と白桃いちごっていう。本当かな。別々の方がうまい。全然別の別のがうまい。うん、でも果肉も入ってるうまい。あー、そうなの。うん、喉をこうすることがある。うん、両方本当にめっちゃ美味しい。涼しくなりましたね、体が。まあ、倉敷めちゃめちゃいいよ。そう、めちゃくちゃ良かった。初めて来たけど広々としててさ、エリアも広いから歩くのはちょっと大変だけど、いろいろ人が密集しないからいいね。あ、そうそう。はい、ということでこの後は四国に入っていきたいと思います。初めての四国ですので楽しみにしてます。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。